どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。どうも皆さん、明けましておめでとうございます。というわけで今回も新パックが1月の1日の0時より実装されましたので、新パックのカードを使ったデッキ一発目、もちろんブラックマジシャンですよ。もちろんブラックマジシャンです。背景来ました。やべえ、来ちゃった、これ来ちゃった、これ来た。僕 OCC の方でもね、ブラックマジシャンデッキは、よく使ってるんで思い入れが強い、デッキの一つなんですけれども、初代世代なんでね、背景がね強いんだ、本当に強いんだ。ご存知ない方のためにね、知ってるっていう方も多いかもしれませんが、一応説明します。このカードの発動時の効果処理として自分のデッキの上からカードを3枚確認しますよと。でその中にブラックマジシャンのカード名が記された魔法トラップ、もしくはブラックマジシャンがあれば、1枚手札に加えることができるよと。ブラックマジシャンを持ってくるか、もしくはブラックマジシャンと名前が記された魔法トラップカードを、持ってこれるよということですね。で、丸2番がもう本当にこれを待ち望んでいたと。ブラックマジシャンは今まで前を、モンスターを処理する方法っていうのが結構なくて、魔法トラップにはめっちゃ強いんだけど、ブラックマジックとかがあるからモンスターを処理できなかった。これがですね、丸2番見てください。ブラックマジシャンが召喚、特殊召喚にされた場合、相手のフィールドのカード1枚を対象として除外すると。ブラックマジシャンが出ただけで相手のカードを1枚除外できると。強いことしか書いてない。サーチもするし除外もすると、もう強いことしか書いてないと。これを、発動してナビゲートをセットし、これ本当は永遠の魂なんだけど、ナビゲートをセットし、ナビゲートでブラックマジシャンを出し、でブラックマジシャンの効果が出た時に魔導陣をの効果によって除外していくと。弱点はですね、コズミックサイクロンです。当然です、永続魔法なんでコズミックサイクロン発動されると何にもできません。はい、弱点はコズミックサイクロンです。でだから、時と場合によりますが、基本的にブラックマジシャン相手をするときはコズミックサイクロンを打つという感じで捉えておいていただければいいのかなと。先行取られると結構ブラックマジシャンものすごい展開をしてくるんで、コズミックサイクロンをなんとか、こちらにぶち当てるということを意識していただければいいのかなと思いますが、これがフラグにならないことを祈る。それでは早速本日もやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、10代ヒーローの力、おーいいだろう、俺は魔術師の力を見せてやるぜ。マジシャンズロットを攻撃強者召喚し、マジシャンズロットの効果発動。さて、ギャンブルのお時間ですね、これは。さあギャンブルのお時間だ。俺はブラックマジシャンがデッキトップにある、ある、ナイス。これマジギャンブルなんだけど、これさ、いやこれね、諸説あるんですよね。これ今の諸説あって、諸説っていうかかなりの諸説があって、その、これちょっと一応にブラック戦2枚セットするか。今のはイリュージョンを持ってきてブラックマジシャンを確定させてブラックマジシャンを出すことに注力するのか、それともナビゲートを持ってきて、ナビゲートを発動してブラックマジシャンを、ネオスね、オッケー、ブラックマジシャンを、何がデッキトップに3枚にあることにかけてギャンブルするのかっていう諸説あって、基本的には、確定でブラックマジシャンを出せるっていうギミックにした方がいいんですよ、基本的にはね。なんですけども、デュエルリンクスってですね、20枚なんですよ、デッキが20枚ということは、意外とデッキトップにブラックマジシャンがいるという確率が高いと。 OCG だとかなりの、ちょっと確率が低くなっちゃうので、2倍ぐらいの確率に、2倍っていうか、40枚デッキだからさ、20枚のデッキと40枚のデッキとデッキトップにブラックマジシャンがある確率ってもう2倍違うじゃないですか。それはいいや、 OK。 だから結構ね、あれなんだよね、ギャンブル成功するんだよ、ね、意外と。ブラマジギャンブル成功っていう。ネオスペシャル全然いいや、全然いいよ、 OK。 殴ってくれんの、マジ、それマジ、これディスティニードローだよ俺、マジ、それマジ、それプレミじゃない、さすがに、さすがにそれやっちゃったらさ、ものすごいことになるよ俺ブラックマジシャンは。でマジシャンズナビゲートの効果発動、俺は手札のブラックマジシャンを特殊召喚し、さらにその後、ちょっと召喚ムーブ見よう。
これが俺の切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン。せや、かっこいい、イケメン、強い。そして、マジシャンオブブラックイリュージョンを特殊召喚し、そしてブラックマジシャンが特殊召喚に成功した場合に、黒の魔王陣の効果、てめえのカードを1枚除外していく。さらに墓地のマジシャンズロットの効果発動、ブラックマジシャンをリリースし、いや、ぶん回ってるわ、これぶん回ってる。 This is ブラックマジシャン。そしてマジシャンオブブラックイリュージョンの効果まだ発動しないんだな。これがみんな、これがブラックマジシャンの回し方だ。スキル発動、ディステリードロー。これはマハードを引き立ったマハードを引きたい人生だった。まあ、エネコンか生物ですかね、どっちしようかな。エネコンは使わなくても多分このターンは勝てるから、まあワンチャンのこと考えて生物かな。クリボーとかあった場合のこと考えて、でマジシャンズロットを攻撃表で召喚、ロット効果発動。お、なんだ、効果つか、そこなしか、いいぞ撃てよ。墓地にはマジシャンズナビゲートが落ちてるけどな。お、なんもないか、なるほど。ブラックマジック持ってきてからの、なるほど、なるほどですね。ブラックマジック、マジシャンオブブラックリージョンの効果、隠された効果発動、墓地のブラックマジシャンを特殊召喚していく。これが俺の切り札にして最強の証明、ブラックマジシャン。そして黒の魔導陣の効果、対戦ありがとうございました。強すぎさあ、お相手の方、おもくばくん、王の帰還だよ、アテム様の帰還だよ。君は僕を探していたんだろう、君のお兄さんは僕を探していたらしいな。なんだこのチェーン、ロンギヌスか、ロンギヌスかサンドラか。まあこのタイミングでチェーンがあるってことは、まあ手札誘発なんですよね。なんでですね、まあ多分ロンギヌスかな、ロンギヌスか、まあ、サンドラかどっちかと思うんだけど、まあサンドラかもしれないね、もしかしたら。まあ、とりあえずイリュージョンマジックします。でブラックマシャーを持ってきて圧縮をして、圧縮をしていく、圧縮をして残り13枚になった上でのギャンブル。さあギャンブルしていこうさあギャンブル、ナビゲート、いやよーし、ナイス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 、ほんまナイス。これこれね、ギャンブル失敗するとマジで目も当たらないからね。オッケー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 、これマジ諸説あるからな、この動き、この動き諸説あるんで、これ結構決まると気持ちいいんですけど、決まんないとマジでほんとおつやなんで、ほんとおつや実況になるんでね。基本的に3枚が結局ブラックマジシャンっていうのは、これナビゲート、魔導陣、そしてブラックマジシャンと、この3枚を手札に揃えるゲームという話なんで。さあ、ライエンルサマドラゴンを攻撃表示特殊召喚されて、まあ、一応ですね、これで7シンクロされようもんなら、もう除外するしかない。なるほど。これ今までは、ブラックマジシャンが弱かったのは、まあ、それは全然いいんだけど、マジシャンが弱かったのは、これ例えば、ブラックローズドラゴンとかが出てきそうになると、もう止めらんない場合は、カナディアとかそこましかない場合は、もうなんか結局、ナビゲートで出したところで、結局出てきたマジシャンが死ぬんで、意味なかったんですよ。けど今回のナビゲートと魔導陣が来たことによって、そのチューナーとかを除外できるんですよね。だからブラックローズを出させないっていう妨害の方法ができて、ブラックマジシャン結構ね、これが強い。まあ要は先行でこの盤面作ったらコツさえなければ結構いけるっていう、そういう話。バトルフェイズ、バトルフェイズはいいよ、バトルフェイズ、あ、そっちから打っちゃう、オッケー。まあそりゃそうだよね。ナビゲートですかね、さすがに。まあこれちょっとロットはあるので、まあ結構いけるかな。打点は別にいいから、これはさすが28のヤッホーか。魔法トラップは別にいいか。今魔法トラップは別にいいと思う。これが俺の切り札にして最強の仕事、これがみんな新しく追加された DSOD ワールドのブラックマジシャンだぜ。ちなみに俺はこの20シークレットを OCC の方ではデッキにしっかりと3枚を採用してるぜ。ブラックマジシャンをブラックイリュージョンを特殊召喚し、黒の魔導陣の効果発動、お前のてめえのフィールドのカード1枚選択し、このゲームから除外させていただくぜ。じゃあな、ライゴ保留。マジシャンズロットの効果も発動しといた方がいいか。これはもう1枚除外できるかな。ナビゲート、これね、結局ね、ブラックマジシャンを、ね、墓地に送るっていうことが大事なんで、結構
マジシャンオブブラックイリュージョンの隠された効果によってね、蘇生するんでね、マジシャンオブブラックイリュージョンの効果はまだ発動しないで OK で、これやっぱね、そのね、選択肢的に魔導陣が来たから絶対あのマジシャンオブブラックイリュージョンだと思うんでね、これナイトエンドソーサラーとかにしてる人もいると思うんですけども、さすがに魔導陣が来たらマジシャンオブブラックイリュージョンだと思う。俺はコズミックサイケロンが流行りだして、あのサンズに絶対される環境だとやばいけど、まあ、こうするじゃん。でブラックマジック打つじゃん、打つじゃん。で狡猾はやばいじゃん、狡猾2枚だけやめて、狡猾2枚とかいうマジで鬼引きだけやめてこれは止めるしかない、さすがに。もう1枚狡猾だったらマジオフルキョンやばい、これちょっとやめて、もう1枚狡猾とかいうマジ鬼引きやめて。雷源流サンダードラゴン、うん、あなるほど、はい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 、ああそういうことか、100雷で、はいはい、あいつ守備確か高いんだよな、確か2000ぐらいじゃなかったっけ、2000あるわ、高い。でマジシャンブラックイリュージョンをの効果によって墓地のブラックマジシャンを特殊召喚していくぜ、降臨せよ。これが俺の切り札にして最強の勝負、ブラックマジシャン。何回目だこれ、3回目か。でこうまあ、こっちか、雷電流の方だな、雷電流の方で、まあ、サーチは入るけど、まあいいや、サーチは入ったところでこのターン何もできない、あいつ、あいつ何もできないから、このターン何もできないんで、僕あのめっちゃ今本当になんかあのハリーポッターバリに今あの杖持ってるんです俺、ハリーポッターバリにめっちゃ杖持ってるんで俺。で、マジシャンスロットで、まあこれかな、マジックエクスパンド持ってきて、で攻撃表示変更し、はいはい強い、はい強い、ブラックマジシャン強すぎ。さあお相手の方、クロステメジス先生よろしくお願いします。ベル3倍、あれそれはちょっと甘いじゃないですか、え大丈夫ですかそれ、それは大丈夫ですかって感じで、まあ高校ワンキルするデッキじゃないからね、ブラックマジシャンっていうのは。でイリュージョンマジック先打って、でロットリリースからのブラマジ2個サーチしといて、でここでギャンブルここでギャンブル、黒の魔導陣発動だ、ギャンブル失敗、やばい、ちょっとナビゲートなかった、くそ、これギャンブル失敗、これはギャンブル失敗パターン、こうですか、どうしようかな、ギャンブル失敗きついな、ギャンブル失敗はきつい。まあ、次持ってこれるので、むずいな、ギャンブル失敗したパターンのちょっと考えたかったわ、ごめん、考えてなかったけど、まあ、これセットかな、でターン終了か、ちょっとさすがにブラフが1枚ないとなんかやばそう、どうですか。さあ何のチェーンもありませんよ、このカードは波紋ですよ、波紋のバリアウェーブフォースです。さあクロノス先生、何でしょうかこのデッキは、一体全体沼地のマシンよ、なるほど、沼地のマシンよ、融合 OK、 融合 OK、 ちょっとワンケしないでお願いだから、デブリドラゴンか、沼地デブリ、あデブリ沼地できた、このギミックやばい、ブラロカブラロカブラロカ、まあ、ブラロはいいぞ、ブラロはいいぞ、あこれブラックマジシャン読みでブラロカ、なるほど、いいよいいよいいよ、全然いいよ、問題ない問題ない、オッケー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 、全然ナビゲートじゃないからそれ、それ全然ナビゲートじゃないんですよ、ほんとサーセンって感じなんですけど、融合ね、オッケーです。何が出てくるんでしょうか、ブラックマジシャンと、あキャバルリーか、違うわ、パラディン、ちょっと待って、え、ちょっと待ってちょっと待って、嘘、